第3の魅力、ソガンジュン&イソム、7年の歳月を行き来するデート現場を公開写真イコールイマジンアジア。JYP ピクチャーズ JTBC 新近度ドラマ、第3の魅力、のソガンジュンとイソムのデート写真が公開された。第3の魅力、はオンジュニョン、ソガンジュン、とイヨンジェ、イソムの12年の恋愛が描かれる。20歳の春と27歳の夏、32歳の秋と冬を共に過ごしながら、繰り広げられる物語を見せてくれる。12日に公開された撮影現場の写真では、20歳のジュニョンとヨンジェの姿と27歳になって再会した2人が写っている。20歳のジュニョンとヨンジェはデートをしている姿だ。ブランコやメリーゴーランドに並んで乗り、爽やかな笑顔を見せている。恋愛2日目の27歳の夏では、過去7年間の歳月の分だけ成熟した雰囲気が目を引く。ジュニョンはおかっぱ頭とメガネをやめ、ヨンジェはロングヘアに赤いカーディガンという洗練された魅力を見せてくれた。ドラマの関係者は、今回のスチール写真にはそれぞれ、20歳の春と、27歳の夏に愛を交わすジュニョンとヨンジェの姿が映っている。初々しい恋愛の初日と、情熱的な恋愛2日目が書かれる予定だ、と話した。新ドラマ、第3の魅力、は、映画、風、のパク・ヒゴン脚本家と映画、素敵な一日、のパク・ウニョン脚本家が共同で執筆する。ドラマ、フルハウス、彼らが生きる世界、ホグの愛、プロデューサー、のピオミンスプロデューサーが演出を務める。現在放送中の、私の ID は江南美人の後番組で9月28日の午後11時に韓国で初放送される。